はい、レオンチャンネルの大量買いの動画へようこそ。やっと普通に動画を上げられる日常が戻ってきた。ちょっと先週さ、いろいろ出かけてたりとか、さらに土日もめちゃくちゃやることがあって、とある動画の撮影だったり、行きたかったイベントだったり、あとは、まあ、ガッチャードね、ガッチャードのファイナル行ってきたよ。TTFC 当選もあって、まあまあいい席で、双眼鏡いらず見れたし、あとは、もう解禁されましたけど、ガッチャード最終的に、金色に染まったね。あとはグリオン強すぎ終始。ただ僕は千秋楽は行けなかったので、なんでかっていうと横浜系アリーナの虹ヶ崎のセブンスを優先したからね。こっちを優先したから、完全な最後の千秋楽は配信チケット買ってあるんで、まあ今日明日には見ようかなって感じなんだけど、虹ちゃんのさライブも行ってきて、ちょっと編集しなきゃいけないことがあり、昨日はそれで10時間ぐらい編集してて、でやっと今日土曜日に買ってたおもちゃたちをずらっとね並べることができましたので、あ、そう、あとライダーストアにも新しいさおもちゃ発売があって、まあ、それもまた後でレビューだ動画出すんで、ということで、何が出たおもちゃ、まあ、ちょっとまずアーク系だよね。 SH フィギュアーズの追加アーマー、ソリスアーマーだけが4000円で発売され、こっち本体も4000円でアーマーも4000なんですよね。なのでこれめっちゃ軽くって、アーマーしか付属してませんから。そしてついに登場したギャラクシーアーマーのウルトラアクションシリーズが発売され、ルティオンが素体側にあると、ワームホール的な造形なんだけど、これがバラバラになって別売りのアークに装着可能と、なんか聞くところによると SH フィギュアーツにもいけるとか、まあそれもまた検証してみたいですが、ユーマがアークに想像力を解き放てアークって言って、立場が逆になってアークが覚醒するっていうのはすげーと思って、そういう展開もあるんだっていう。でこれがギャラクシーアーマーのキューブで、あとは今週の土曜日に特別なゼロのキューブもイベント関連なんだけど、ウルトラマンショップでも買えますよってやつが出ますね。そしてギャラクシーアーマーの武器のアークギャラクサー、6160円が5380円。これなんかキューブをさ認識みたいな感じだったんだけど、おもちゃショーだとどうやって認識してるかがいまいちわからなかったので、遊ぶの楽しみ。ちなみにキューブと武器がセットになってる最強なりきりセット版もありましたね。そしてアークキューブを収納可能なキューブホルダー。これさ、なりきりにブレーザーのアークキューブついてんだよね。3500円ぐらいで買いました。で、両面パチッとロックすることもできて、12個収納もいけるようです。ユニトロボーンの空張りっすね。僕の動画的にも超人気だった、ショベルトレジャードッグのオレンジバージョンっていうかハロウィン仕様か。なるほどね。あとはお城、名古屋城とミキサー車が合体する恐竜型だっけ、名古屋キャッスルミキサートラックね。これ完全新規で2670円で買いました。そしてしれっと本編に合体状態も登場しましたが、デラックスロボユニバースっていう新しい企画の復刻戦隊ロボ玩具で、特急王とエンジン王が発売され、値引きありだと4750円、5000円切るぐらいで買えるんだ。まあおもちゃショーで見た感じも質感悪くなかったけど、ビュンディと同じベースフレームを使いつつ、全然違うロボになってると。要はフレーム同じなのに、このような3体ロボとか5体ロボとかアレンジされてんだって。これ面白いよな。ビュンディと合体とか、まあ、他のシリーズと合体可能なので、ミキシングオッケー。あと、ライダーストアで、金曜日に発売されたのが、これこれ、ブラインドボックスのさ、サイガドライバーと、ネオディケイドライバー、あとは、ゲーマードライバーのゲームバージョンの3つが何かしら入ってる1個1320円のランダム箱ね。これもう5個ぐらい買いましたよ。中何が入ってるかわかんないから。で、レジに行ったら1個だけ、お一人様1個だけ、4種類あったんだけど、ライダーゴッズの01ね。本当にどれか1個しか買えないっぽかった。僕さ、自力でポッピングミーの表情違い出してないから、出したいなと思って2個くださいって言ったら、1個しか買えないんですよ。お一人様1個なんですよって言われて、1個しか買えなかった。まあでも、ライダーストアで1個買えるのいいね。あとは今、10月中はハッピーハロウィーンで、ライダーストアで合言葉を言うと、ガブの飴がもらえる。それをさ、店員さんがずっと、飴もらえますよって言ってて、で、レジに飴くださいって言ったら、合言葉お願いしますって言われて、あ、合言葉ちゃんと言わないといけないんだと思って、合言葉これとこれですねって、合言葉の書いてある紙を見せてもらって、で、イートキャンディーって言ったらくれました。なので、ちゃんと合言葉をガチで言わないと、もらえないやつですね。ちょっとこれ後で開けてみよう。あとこれは、にじちゃんのセブンスで買った、ランダムキーホルダーね。あ、歩む今回の、あ、でも前の衣装か。
今回のさ劇場版再現ラ、あ、これ安くね、これ1,200〜1,300円だったよ。ラバー、あ、ごっついフィギュア、ラバー的な、安っ。そう、劇中再現がすごくてさ、ああいうのめっちゃかっこよかったんだよね。はい、ダブルか、ここで。これ、10種類以上あったはずだけど。塩リコ、塩リコが出てほしい。嘘だろ嘘だろ。歩む3連続の吹き出そうと、これ僕が選んだやつじゃないから。これランダムだからさ、なんかが、3つお願いしますって言うと、スタッフさんが持ってってくれるんですよ。歩む、一人だけなんて選べるよう状態じゃん。しかも歩む確かさ、2バージョンあったはずなんだけど。うわぁ、すげえ出来いいな。まあ、せっかくなんで次のファミリー持ってくわ。そう、今回さ、アイムの劇場版再現がすごくてさ、それもあってね、アクスタ買っちゃったんですよね。これはまあ選べるやつで。っていうのは置いといて、いろいろおもちゃが発売されましたので、順次動画アップしていきたいと思います。以上、レオンチャンネルの今週の大量買い動画でした。